こういうメンバーとの日常配信大好きだって。うん、ありがとうございます。私も楽しい。え、見てる方が楽しいのかな。こっちがさめっちゃ面白いな。こっちがさ、ね、盛り上がってるだけでさ、さっきのスプーンもさ意味が分かんないやろ。いや見えてたからめっちゃ面白いけど、こっちからしたら何々にって感じだよ。ただ私が爆笑してるだけ、うん、確かに面白いな。もう脱毛ってない。怖い。あ、めっちゃおもろかったわ。けんちゃんさん、お星ありがとうございます。やすーさん、ステッカーありがとうございます、ね、笑い方ない直したくない。え、リンカの、うん、え、それでいいと思うよ。え、なんかさ、え、何、さっき笑ってたらさ、うん、一応笑い、笑わ笑みたいな。私のこと言わない、言わない。え、私だよ結構。じゃあ二人とも引き笑いだったんだ。え、でもさ、女の子ってみんな引き笑いじゃない。はっ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 、笑いの他ってどうやって笑うの。あ、あ、あ、あみたいな。あ、そうだ、あはははは。あ、ええー、吐く系だ、あはははみたいな。しちゃうよね。いや、分かんない。もう笑いすぎたら息を吸いたくなるでしょ。うん、苦しいできないからね。それで息になっちゃうの。っていうことね。うん。タカピーさん、かわいい、ありがとうございます。なんかさ、暖房を止めたら止めたらさ寒いしさ、暖房つけたらつけたら暑くない？難しい。寒い？で、私めっちゃなんで寒いんだろう。風邪ひいたんだよ。え、寒くない？足出してるけど寒くないよ。ちょっと寒いぐらい。ねえねえねえ、ほら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 。ゆるちゃん、ちょっとつける？ちょっとあの温度下げてつけよう。23ぐらい。うん。オッケー。あー、おもろ。ももさん、スティッカーありがとうございます。あ、ココッペだ。うん。リンカちゃんって。え、ココッペ。やっべー、あ、トワー来てるんだけど、いつの間にか、待って、リカちゃん、ありがとう、ココッペ、待って、タワー探すね。え、気づいてたよ、さっき。え、タワー来たの？来て、え、だから、来てるなって思ってた。ね、言ってよ、その、流れてきた時じゃなくて、うん、あ、来てるなってね、そういうことね。え、すごいなって思ってた。え、ココッペ、私のところにも来てた、だって、え、ごめん、ココッペ。はい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 、あ、来た、本当だ、ラムさん、タワーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ごめんね、気づいてなくて。今気づいた。ありがとう。え、ココッペコメントしてたのかな。ちょっと待って。見つける。え、ぐっちゃんがコメント読んでくれないだって。ごめん。え、かわいそう。ごめん。本当に送った？こう。え？うん？二つくくりのやつだよ、アイコンが。うん。ワンチャン反映されてないとか、そんなことある？知らん。え？知らんけど。ブロックしてるんだ。ああ、知らないよ。知らんもん。嘘、え、見つけられない。ごめん、コッペ、もう一回送って。リンカちゃん画面真っ黒？ん？画面真っ黒？コメント反映されないことよくある。固まったってきた。動いてる動いてる。あ、さっき真っ黒だったのかな。ごめんなさい。元に戻った。コメント反映されないこともあるって。ああ、やっぱ反射しなきゃいけない。更新したら治るよ。だって、ああ、もう治ってる。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、楽しい。よかった。なんかいいよね、こういうさ遠征みたいな。うん、なんかワクワクしちゃうよね。新幹線も久しぶり乗った。どうなんだよこの人。今日話してたよね。ごめん。何何。ごめんごめん。はい、すいません、皆さんね、
も知らないです、ごめんなさい。どうかな、もう身内乗りすぎごめんなさいね、画面外でのお話なんでごめんなさい。はぁ、面白いなコンビニ買い出しのレア姫も来たって書かれてる買い出し行ける買い出しが来てしてないよね3人で、ね、3人で行ったんだよね、うん、行って途中参加してきただけコンビニお菓子買ってきたよ、ウケるね、ウケる、違うよ、面白いみんなで一緒に帰ってきたもん、うん、グラハムさん星ありがとうございます、ありがとうございます。タカピーさん星ありがとうございます。なんで笑ってんの？シーンってなると笑っちゃう。わかる。あるよね、たまになんかさ、学校とかでさ、みんながめっちゃ休み時間話してて、急に静まる帰るとき。え？笑い起きる？起きるよね。でみんなでえってなってわーって。わかんない。何言ってんの？リンク今日声でかい。もっと静かして。今日じゃなくていつもよ。やめてください。涙出る。いつもよいつも。響いてるわ。響いてるやばい。鼻からえでもあるでしょ。ん？そういうのあるでしょ、学校で。なんで言ってんの？ ない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 よ。いやでもあれ、例えばわかるかも、先生がなんか怒ってる時とかに、うん、なんか学校の先生が怒ってる時とかに、うん、ちょっと笑っちゃいそうになる時ある。それ違う。そういう意味じゃないよね。インカたちは今違う、自分で暴露してる。それはダメじゃない。違う、なんかそういう時ありません？いや、そういうのじゃないよ。今インカたちが言ってるのは静かな時に、うん、なんか笑いたくなっちゃうねみたいな、うん、笑っちゃうよねみたいな言ってるんだよ。わかりました。もういいよそれ。それでいいよ。うん、ね、ピーチさん星ありがとうございます。ケル、もう顔、ま、顔赤いな。テルさんスティックありがとうございます。でも笑うと寿命伸びるらしいからさ、いいことだ、うん、めっちゃ寿命伸びてるわ多分。ヤスさんスティックありがとうございます。顔は杖もさって、あつ、え？どうしよう、あ、熱くない？私も結構熱くない？みんな話したりさ熱くなっちゃう、いつも。確かに表情筋使うから、うん、し、しゃべ、なんか画面ずっと見てるからとかじゃない？あ、それは違う。なんか私 TikTok とかずっと見たらさ、なんか熱なっちゃうんだよね、こうスマホ画面ずっと見てるから。気持ち悪くなっちゃう。アスカさんスティックありがとうございます。リニー大丈夫って。大丈夫、心配されてる。みんなにも言われた。面白い。もしかして家になってリンカちゃんに髪の毛短くなった説ある？めちゃくちゃそうです。え、めっちゃ短かったね。うん、私よりも全然普通に短いです。なんか可愛い、本当に、うん、マジ大人っぽくなった。はい、なんかありますか、話。ちょっと静寂耐えられない。なんかないかね。いや私、うん、
レイヤーの、レイヤーの話今いいぐらいおもろいから全部。いや確かにプレッシャーがちょっと面白い話。なんかあったっけ？ね。なんかあるけどね、忘れちゃうね。あるけどね。なんかあれだね。ちょっとね。ね。ちょっと大丈夫なこれ。うん？あ、大丈夫。これ。あ、そういうこと？え、ダメ？でもギリ見えてない。あ、ちょっといいじゃん。いやでもワンちゃん見えてるよ。私がほら、こうやって映したら。見えない。柄だと思う。いいよ。はい。テルさん、スティックありがとうございます。え、インスタあげたの？レイヤちゃん。うん。ストーリーじゃなくて、何の？ストーリー、ストーリー。あ、ストーリーか。あれ名古屋見たよ。いい名古屋みたいなやつ。え、そう。おしゃれでしょ。いい感じ。一人で撮った。え、置いて？携帯？うん、撮ってもらった。自分でこうやって影撮った。あ、影とかあれ。うん、ね、名古屋楽しい。うん。初めて来たけど、アダーリーさん星ありがとうございます。寒い。え、暖房つけたよ。まだ寒い。上上げる。まだ24にしようか。なんか冷たい風がこっちに飛んでくる。切れてる。飛んでくる。ちょうど当たるんだよそこが。福岡と名古屋どっちが寒い？名古屋かな。分からんけど。めっちゃ暑くなかったじゃん。お昼は、なんかお昼っていうかなんていうの？夕方は、うん、暑かった。夜が寒いね。うん、まあ夜ってどこでも寒い、ね。福岡も。かった。ちょっとメンダコってさ、うん、いるやん、うん、メンダコってさどういう感じだと思う？え、知ってるよ、うん、あ、知ってる。はい、何じゃタコのなんかちょっとちっちゃいとか、ちっちゃいなんかミニチュア。メンダコのさキャラとか見たことない？あるあるある。なんかウィン、なんかたくさんウィンナーみたいな可愛いやつや、ね、うん、メンダコの本物。え、これが本物、上から見た図と下から見た図。なんか怖い。え、本物に？ほんまに食べちゃった。大きいのそれ。どんくらいの大きさ？でもね、でもね。なんか人でみたい。怪物みたい。すごい。ちょっとなんか悲しいね。うん、なんか可愛くキャラクターにされてるね。いいな。おみさん星ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも調べてみてください。メンダコの実物。メンダコ実物見たことない人。あんたさ、あんたさ、うちらさ今日歩いてて、うん、なんか路上ライブ、うん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 、何したこれ。してない。なんか路上で、うん、アイドルの方々がね、アイドルの方が結構ね、そういっぱいライブされてて、うん、レスボン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 通りすがいだったの。2階からっていうのかな、2階からなんかキャナルシティみたいな。そう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 、作り1階がステージでなんか2階もあるよみたいな、2階からも見えるよみたいな感じで、うん、結構遠かったよねあそこの2階。遠かったけどなんか MC みたいな、最後の MC みたいな時になんか結構メンバーの方々が結構前のいるファンの方とかにこうレスしてた時に、私たちも2階からずっとこうやって全力で手振ってたら一人の方がねしてくれてめっちゃ興奮しました。嬉しい。なんかみんながレスもらう気持ちわかったねって話したんだよね、うん、だからレスします。おー、レスしたら嬉しいよね皆さんね。なんかそれがわかった気持ちが、うん、嬉しい。うん、
めっちゃね興奮したよね。私たち初めて見たアイドルの方だったけど、ね、それでも興奮した、ね、多分それで好きになる人いると思う、うん、チンさんスティックありがとうございます楽しかったな、ね、次の公演さ、うん、頑張ろうです。え、頑張るわ。古典で私苦手なんだよまあそういう日もあるよね。そういう日ではない、そういう日っていうかそういう時もそういう、ね、うん、なんかななんか緊張してる時とか全然見れない私本当に。もうね目がね上の方行ってるずっと。分かる分かる。もう見れない。見たらそのことにあの頭入っちゃって、うん、あ次なんだっけってなっちゃうから、なんかね劇場だと私本当に後方の方しか見れない。恥ずかしくなっちゃうでしょ。うん、うん、本当に前の方見れない。あるよねそういう時。ちょっと近いからね。近すぎて緊張しちゃうこっちが、うん、ドキドキしちゃうだ、ね、一時期私は目が合った人一、うん、回もう本当に広告展とかもあんまり考えずに踊れる時あるじゃん、うん、もう慣れてから、うん、その時はあの目合ったらあっちがそらすまでずっと見てるの。こうやってやば。え、じゃあどうすんの。ずっとそっちもさ負けずにずっと見てきたらそんな人いなかったそんな人いなかった。いつも照れてなんかどっか行かせて負けずに。いや私はなんか負けそこでなんか負けたくなくなっちゃう。え、じゃあ今度さ、うん、出る時やろうそれ。リンカもすごいなんかここで出ます。私今度。あ、そっかそっかそっか。じゃあその時に、うん、そうだね、うん、勝手にミッションいや勝てるやつはいるかみたいな。あ、うん、それ先に言っちゃったらそらさないから、ね、あ、そっか確かに確かに。あ、じゃあどっかでその日日にちは使える。いつかいつか、うん、いつかします。なんかいつの間にかいつの間にかね。うん、はい、いつの間にかね知ってます、うん、できるかな。でもなんかちょっとずつ慣れていけばできる。すぐ自分が目覚ましちゃうの。私もそれしちゃうかも。照れちゃう意外とねあっちが照れたらさ、おー勝ったってなの。そうやそう。なんか、うん、それがいい。じゃあ公演終わって、うん、負けたか勝ったか言い合おう。うん、今日2人勝ったわ負けちゃうわ絶対。うん、絶対負けるね。そう、勝負したい方は劇場公演来てください確かにね。まあでも後ろすぎたらさ目合ってるか分かんないっけ。難しいけどね。うん、でもレス来たって思ったもん勝ちだと思う。分かんないけど。うん、確かに。やばい、10パーになった。え、あと15分。いけるいける、大丈夫。保てー。そうさん、ファイトありがとうございます。ファイトだって、あ、ほらファイト、いやありがとうございます。なんの。え、充電。あ、充電か、うん、ファイトって。ま、歌いそうになっちゃった今。何の歌え、ダメか、そうだね。こうちゃんは充電何パーの。じゃあ皆さんここに出てきた今。そんな機能ある、うん、じゃあ何パーか当ててみてください。リンカもレイヤも12。いや、エグちゃんの方が先に20パー言ってたから。当てた人は私からの中。じゃあ30じゃあ30 え、本当にいいの。私からの中いらないの大丈夫当て、あ、じゃあ正解はえ、待って、あ、OK、 じゃあ正解言っていい。うん、正解はぐるるるる30嘘つけ、嘘つくな。正解は 10% でした。危ねえ12って言ってた。危ない。いいやん別に、誰も当たる、当たりならず。あー、マジおもろかった今の。ニアミス賞とかない。ニアミス賞。ニアミス賞、うん、え、欲しいの。当たったらさ、中なのにさ何されるか分かんないよと思ってんの。マジで。やだー。ニアミッションいる？レイヤ
ちゃんが入賞して一旦言ってみて、一旦言ってみて、入賞え、何がある、待ってね、分かった、バックハグ大丈夫え、入賞そう、大丈夫かなぁうわ、おもろかった、危ねえ、だって危なくないよふたりさん、星ありがとうございます本当は注意してほしいのに、2人ともツンデレだってえ返事してよひどいよね、うん、みんなみんな私からの注意いらないって、いらないやろもうそんなこと言うならもうこれからも先見いや、これからもって今までされたことないからなんで自分でその中に勝ちやったの、本当にもういらないやろっていらないやろ涙が出てきた悲しいな俺はいるよだってしてあげなよレアちゃんの TikTok で、レアちゃん TikTok 待機してください、皆さん今すぐ携帯1個しかないかも、だからショールームと一気にできない、確かに確かに、いや 今見なくていいです、私の終わったら、ね、見なくていいそこまで大事たくさんいいねしてください、上がったら3人でね、今日出かけたコメント見てください、面白かった初めて粒が出た、笑いすぎて涙が垂れてきたそんな面白かったんだ私なんで涙出るんだろう、泣きすぎ、笑いすぎて、笑いすぎて出る時あるよね、どういう原理なんだろうね、苦しいからかな、息ができなくてってなってるからかな、わかんないけど、あと10分、あと10分あと10分で
私も涙目になってない、うんなんかね、笑いすぎてもうなんか涙目になってないって言われて、うん、笑いすぎてやばいです、うん、こっちではなんかあんま涙目になってない私赤いねなんか、うん、面白いなあおもろいなんかレイヤとさ、うん、普段さチーム違うからさ そ, う、ね、そんなさ、ね、一緒いないもん、ね、話さないかなでも話したら楽しいね、意外と失礼ないいやん、ね、これからなんかレイヤってさ、やっぱさ、うん、おとなしい感じじゃん、そう、あそっかそうなんだよね、そう、だけどさ確かにリンカとレイヤ一緒にいるイメージないかも、そうよね、でもさ、普通にさ、チーム離れたらさ、うん、マジ関わらんうん、合わないよね、全く、うん、ミーハーとかしかもう逆上がりでしか会えない、そこでもさチームごとに固まっちゃうやん結局いつ年も、まあ、うん、確かに関わり減っちゃう、うん、あれ可愛いでしょ可愛いめっちゃ見たもんそれ私なんでバズんないのかそれはまあ分かんないでしょ1円ぐらい行ってほしかったやばい1円ミリオンベルニャンの、うん、いやそれでちょっと混ぜてほしいね、うん、猫の可愛さで、えでもそのスタンプはちょっと嫌かもスタンプついたら見えない、あ確かに、うん、可愛いよね、このトナカイハマっちゃったんだよトナカイハマっちゃったけもうちょっと疲れちゃった、うん、明日明後日はハイタッチ会なので、はい楽しみ、まあ、早く寝ようね、あの明日疲れちゃう、あ明日疲れちゃうじゃない、一番じゃない、もう笑い疲れて疲れちゃうから早く寝て回復します、はい一部だ、朝早いけどあの寝坊しないでくださいね、本当に寝坊していけなかったっていう人たくさんいるから、朝早い、何時からだっけ10時とか、うん私たちも朝起きてるんで一緒に起きてるって思って、うん頑張りましょうやりましょう、うん、ちょっと待ってください、えじゃあこれも、うんごめんね、ごめんね、えぐちゃんの、えぐちゃんのです、えぐちゃんのビエンです、ただいまです、あ、TikTok も出した？出した、あ、出したそうです、レアちゃん出したって、見てください、でリンクは動画投稿しましたって通知来た今、え今うん、通知通知遅いんや、 TikTok って通知、そうなの、うん、投稿して、えなんかさ TikTok さ投稿したらさなんかさ勝手にさはあの共有されない、えでもあれどう、あじゃファンの人に勝手に共有しちゃってんだけど、あれどうしようもできないらしい、だからもうリンカもうその送ったまま無視してるけどいいかな、うん、するしかない、仕方ない、消すのもさ疲れるしさ、あ、それでいいのか、自動で共有されちゃうんだよ ね自動で勝手に TikTok 触ってない時間とかに共有されてる、そう怖すぎ、押してないけどってこと、うん、うーん TikTok も開いてない時に、私鳴らないよそれ、鳴る人もいるみたいな、いや鳴ってるって、なってんのかな、うん、後で見てみな、本当に、あ、55分11位リオダさんありがとうございます、10位バナナイスさんありがとうございます、9位チンアナゴさんありがとうございます、8位ジジリモさんありがとうございます、7位ヤクさんありがとうございます、6位ヒシミラコさんありがとうございます、5位ミズヤンさんありがとうございます、4位アリさんありがとうございます、
3位ヨシさんありがとうございます。2位ビーバーさんありがとうございます。1位ラムさんありがとうございます。ありがとうございます。もうどんどんパフパフ初めてなんか、はい、続いて、はい、エグちゃんです。いきます。13位ヤスーさんありがとうございます。ありがとう。12位オミさんありがとうございます。11位テルさんありがとうございます。ありがとうございます。10位ダイちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。なんかすごい、はい、9位ハピーチさんありがとうございます。初めて聞いた。8位アスカさんありがとうございます。ありがとうございます。7位タカピーさんありがとうございます。ありがとうございます。6位チンさんありがとうございます。ありがとうございます。5位モモさんありがとうございます。ありがとうございます。4位、真面目にしてじゃん。はい、いきます。4位アザリさんありがとうございます。ありがとうございます。間違えたじゃない。真面目にしてって言ってるよね。はい。3位大地さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。2位ソウさんありがとうございます。ありがとうございます。1位はラムさん。あ、ありがとう。どっちも1位おめでとう。ありがとうございます。ね、最後映ってよ。確かに、よかった。ほぼ姿を見せてない。はい、レアチンとレアチンでした。映ってた。映ってなかったとしてもとんじゃない。おかしい。はい、爆笑配信でした。バイバイ。おやすみ。おやすみなさい。皆さん明日と明後日会いましょう。バイ。せーの、あ、おやすみなさい。